あのねこれも俺ニコ生だからもうあえて言うし問題になるのは分かってんだけどもさ人材としてテロが行える男っていうのは割と貴重は貴重重はなんだよ不思議なことにですね大体この有名人テロで襲うのって男性ばっかりなんですよ。 いわゆるそのジャニーズとかですごい有名な人がいたらじゃあこのジャニーズのアイドルを男の子に振り返ってもらえないからといって襲う女のの人っていいはまずいないもしその大好きなアイドルのジャニーズの男の人が例えば他の女の子と恋愛沙汰になったり他のアイドルとキ心シーンを演じたりした場合恨まれるのは大体において女の。 つまりなんかこうう泥棒猫っていう現象だよねだからここら辺男女の非対称性対称性が崩れているものが現れてすごく面白いと思うんだけども女の子はなぜか相手の女を憎み男は例えばその自分が大好きなアイドルの女の子が恋愛沙汰になったら裏切られたって言ってその女の子自体に怒りを蓄えるっていう報道されているニュースの中で相手は誰でもよかったっていうような言葉が出てきたんだよね。 この言葉がねね本当かかかどうかも実はよく分かんないっていうのはね最近のこういう劇場型犯罪の一つというふうに言っていいと思うんだけどもいわゆる自分の発言がどのように引用されてネットでニュースで広がるのかっていうのを犯人容疑者が分かっているような事件っていうのはその人から出てくる言葉はなんか一回疑う癖ついてない僕はついてるよ彼らが言ってることをストレートに受け取るんじゃなくてそういうふうに言ってみたよと。 とか刑事さんにわかるようにそんな風に言ってみたけど裁判で俺そんなそのまま言うつもりもないよみたいな全てにねエクスキューズがついてるっていうかねそういう目で見ちゃうんだよね生きてる証拠を残したかったっていうのがあってテレビでねこれこういう風なことやったらテレビのコメンテーターとしては絶対に何言ってんだとかそれはもう病気だよとかきちがいだよっていう風に言うしかないんだよねなんでかっていうとテレビでここで共感したら絶対に模倣犯が出るから テレビジョンの限界点、そこら辺にあるんだけども、ニコ生でも模倣犯が出るかもわかんないんだよ。でも僕は今多分パソコンのモニターとかスマホ越しに見てくれてる人をある程度とはいえ、信頼してるからそういうわけで信頼した上でだな。言うとなんかどっかで分かっちゃわない。この世の中に生きた証残したいから襲ったっていうのは犯人の世間をあっと言わせたいって,言ってもいいんだけども。 昭和型って言ってもいいし20世紀型って言ってもいいんだけども何かこういう犯罪を起こす人っていうのはもうちょっと世界観が広いんだよね世界観が広くない限りこういう広い世間に向かっての犯罪って犯さないんだもちろん プライベートなな恨みとかで起こすのに何もいらないらよ。それはもう衝動があればいいんだからでもそういう衝動じゃなくて世間は俺を虐げてるとか無視してるとか歴史に俺のなんか生きていた痕跡なんか何も残んないと思ってたら大体大きいことをしたくなるよねだからテロリストとか無差別殺人犯っていうのは男ばっかりなんだよ。 さっっき言った男と女の特殊性から言うと女の人はある特殊な人と特殊な関係が結べないことに関して絶望した時に犯罪に走る可能性があるんだけども男性はもちろんそれもあるんだけどもそうじゃなくてこの社会の中で全く自分が生きていた意味がないオスとしての意味がないと思ったら絶望的になってその場合の復讐が世界に対しての復讐になるんだ。マドカマギカってアニメが面白いのは男性,原理と女性 原理が両方入ってるんだよね「マドカマギカ」というアニメの中では虐げられる対象というのは自分が女の子であって弱者であって女性性を持ってるからジェンダーとしての女を持ってるからだっていうふうなことで虐げられるんだけどもそれによって世界に復讐すると。 このの発想は割と男性得意のもんなんだだからすごい面白いあれは女の子がいじめられて男っぽい復讐するという実は徹底的に男の話なんだもし女の子でリアルな女の子とやってたらもっと特定の人への恨みつらみになって例えば自分が好きな彼氏が結局他の女の子と仲良くなっちゃってその他の女の子が自分の友達だったっていうようなエピソードがあったと思うけどじゃあその特定の女の子に対する恨みになるっていうのが大部分であってだからこの世界全体に復讐するって 話ななんんて女性はあまり考えないんだもちろん女の人の中でも男性的な人がいるから全くないとは言わないんだけども極めて稀今回のこの犯人も多分こじらせたのは何かっていうと僕は自分の男らしさだだと思うんだよこの社会の中で男として生きるっていうのがやったら生きにくくなってるからこそ生きてきた意味とか自分が一人の人間であるとかそういうふうなものを問われた時にこの社会全体をあっと言わせたいっていうふうに思う。 だからテロリストとか社会に復讐しよう型の犯罪者っていうのはおおむね男だ。 あのねこれも俺ニコ生だからもうあえて言うし問題になるのは分かってんだけどもさ人材としてテロが行える男っていうのは割と貴重は貴重重はなんだよそれは何でかっていうとさやっぱイスラムでも何であってもテロリストとして殉職でいける男やつっていうのは全員じゃないんだよねやっぱもっと切羽詰まった思い詰めたやつでおまけに実行力がなきゃいけないと。まあ、板垣大輔暗殺かからでですねのいいの桜田門外の辺に至るまで何か政治的 的ななテロリズムっていいい、うののは、男たちがこのままじゃいられない正義のためっていうのもあるんだし自分が生きてきたためっていうのもあるんだけども起こす時っていうのは可能なな限り社会的に影響が大きいことを狙うわけなんだで何か大きいことをやりたかった世間を驚かせたかった世間に復讐したかったっていうふうに今回の犯人はもうそういうふうに言い始めてるみたいなんだけどもこういうやつこれから多いよねって思わない 10月31日のもう一つの出来事ですね、許せない殺人未遂事件です、この事件を仮にですね、慶応ジョーカー事件というふうに名付けてみましょう、10月31日の日曜日の夜です、ね、東京都の調布駅付近で、京王線の電車内でバットマンのジョーカーの服を着た24歳の男がいきなり特急車内で、72歳の男性の胸をナイフで刺したと、で車内のシートにです、ね、ライター用のオイルをかけて火をつけたというです、ね、事件です。 ででも駆けつけつた警官にですね、犯人は、まあ、現行犯犯逮捕された。犯人はですね、10月31日のハロウィンを狙って東京での群衆襲撃を考えていたがつまり本当に言えば渋谷なり川崎なりのハロウィンのですね、パニック状態になっている人たちを狙いたかったんだけども8月になってですね、小田急線車内でですね、乗客が男に切りつけられた事件というあれはあるのを知って計画を変更したっていうふうに説明しているそうです。 今年6月にですねこの犯人はですね客とのトラブルが原因で、まあ、それまでの仕事を辞めて多くの人を殺して死刑になりたいというふうに考えて犯行を決意したというふうに言われてますでなんで6月ちょっとしたトラブルで仕事を辞めちゃったのかその原因というふうに今あの文藝春秋週刊文春とかで言われてるのが付き合っていた彼女と別れてしまったから い報道が今多いですつまりですね恋愛こそがつながりに乏しい社会的な弱者の最後の取りになっているというふうにですねさっき言ったんですけどその最後のロープが切られたからというふうにですね「週刊文春」は報道していますここまでは報道されていることを述べただけです、えー、容疑者はジョーカーに似た服をおよそ20万円で購入し犯行に及んだと自作通できなかったからだから死刑になろうと思ったっていうのは最近よく聞きますよねこの辺がちょっと気になるところなんですよ 写真で見る限りは、ですね、クリストファー・ノーラン版のバットマンに出てくるですね。ジョーカーですよね。まあ、犯人自身が悪のカリスマで憧れたと言っているので、ノーラン版で確定だと思います。しかし、ですね、ネットで語られる犯人像というのは、2019年版の映画ジョーカーに近いんですね。つまり。 このようなつながりがなくなっていく社会的弱者がついにおかしくなって反抗したっていうのがネットの中でいろいろ言われたことなんですけどもで今回の,です、ね、あの犯人に関してです、ね、おなじみのひろゆき君ですねひろゆきはこのように語ってますあれは確実に無敵の人事件なんです逮捕されると普通の人間は職を失ったり社会的信用が下がったりするもともとでも無職で社会的信用が全くないゼロの人にとっては逮捕というのは何のリスクにもならない そんなわけで刑罰を受けることがリスクだと思わない人たちというのがこの世の中に存在しているのが現代の社会です日本が法治国家であり人権を尊重する限り彼らが逮捕を恐れる可能性は非常に少ないちなみに個人的にこういう人を「無敵の人」と呼んでいたりしますこの社会が僕を受け入れてくれないんだったら自殺をするっていうのを日本人は選びがちだったと。 かつてはね。でも自殺を考える1万分の1ぐらいで何人か殺してから死のうっていう人が定期的に現れるそういう人を見てみぬふりをしていくと社会に対して牙を向いてくることがあるっていうのはもうちょっと考えて理解した方がいいと思うんですよね。 ひろゆきが言ってることは割と複雑なんですけどまとめるとですね慶応浄化男ののよよううなな犯罪者は、以下のような発生条件で誕生するんで誕すす。るんまず1番弱者をバカにしたり見捨てたりすると彼らの中の何パーセントかは無敵の人になってしまう2番無敵の人には通常の刑事抑圧対策である犯罪抑圧対策である法律や刑罰が無力である。 3番弱者を孤立さ,孤立させたりいじめ続けたりすると自殺してしまう場合が多いしかし1万分の1程度の確率で何人か殺してやろう自殺は怖いし面倒だから死刑にしてもらおうと考えるやつが発生する4番これ僕の意見ですそういうやつをモンスターと僕は呼んでますモンスターは確実に死刑にしてもらうために自分が本来望む以上の 大事件や劇場型犯罪ですね。みんなに見られている目立ちたいそういう犯罪を犯したいというのを劇場型犯罪と言いますを起こそうとする。つまり本来そいつがやろうとしている以上の殺人事件というのを起こしやすいそれがモンスターの特徴。 ですね、確実に試験してもらうためにで5番またひろゆきの意見です弱者を見捨てるとモンスターになるなので僕たちや社会というのは弱者を見捨てたり放置すると不利益を受けるさてここで僕考えるのがですね果たしてそんなことが可能だろうか。 はっきり言ってこの世の中の20%近くが僕弱者じゃないかなと思ってるんですね。それは僕らの社会が健康になったから、清潔になったからだっていうふうに僕は根本的には考えています。まあまあね、こうサイコパスの意見だと思って話半分に聞いてほしいんですけども、サルを含めて人間みたいな哺乳類の種族というのは生まれてきたらですね、その5分の1ぐらいはすぐに死ぬようにデザインされてるんですね。で、それによって強い個体が生き残って子供を残すというのが当たり。 前の社会なんですけどもところが僕らの科学文明というのは弱者切り捨てをしなかったんです,もうすごいいいことなんですけどなので本来は5歳まで生きられない10歳まで生きられないような体の弱い子を徹底的に生かすようにしたと。 その結果、大人ににななっってからまあアートピーになったり、いろんな反応が出てきたりするようになったと僕は思ってるんですけども同時にですね、本来だったら人間社会で生きていけないような心が弱い人集団生活がなじまないような人これ原始時代だったらですね、群れから無視されたり放り出されたり殺されたりしたような個体までこの数百年間で僕らはそれを仲間として受け入れていて社会を作ったわけですね。その結果、体がが弱弱いいいいい人人ででもも生生ききててけけるる社社会、会心という 素晴らしい現代社会ができたんですよ。メリットがあれば必ずそれに対するデメリットがあるのと同じようにですね、代償が発生したんですね。社会的弱者が孤立するという問題。つまり、僕らの社会というのは、そういう人たちを生かすことはできるんだけども、受け入れることは果たしてできているのか。 そもそもそんなことが本当に可能なのかっていう根本的な問題がすいませんね今日は面倒くさい話をするぞって思ってるから僕はもう黒いのを着てですね黒いネクタイ締めてオールバックにしてるんですけどもすいません本当にこんなねこの問題解決可能なのかと僕考えているのはですね今日のゼミのタイトルなんですけどもこのジョーカー事件っていうのは社会的なウイルスの一種じゃないかな うう考えてますこのジョーカー事件というのを話題にしたり人が考えたりニュース見たりですねいろんな人と意見交換することによってジョーカーウイルスはですねどん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 繁殖しどん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 ジョーカー患者が増えていくでそのジョーカー患者の中から発症して事件を起こすやつが確率的に現れるんじゃないかなっていうのが僕の今の考えですね。